受けてみろ行くぞかかってくるがいい。勝利は我が手の中に。もう二度と負けるわけには。シャイニング・デルタスター・ガイザーソウル・クエーサー私に力をエンド・オブ・グローリー私はまた破れるのか。いや、まだ終わりではない よかろう。道半ばで膝を折ることなど許されぬ。それが、あまたの過ちを犯してきた、今の私に残された信念。ならば、新たなる力で再び立ち上がるだけだふん。礼を言う。閲覧を許可しよう。壁を一つ乗り越えたか。だが、ここで立ち止まっている暇はない。私が目指す理想は、 まだまだ先にあるのだから。この先、どのような過酷な運命が待っていようとも、私は必ず打ち勝ってみせる。オルダーナ帝国の、いや、グランゼリアの未来のために。感じる。暖かで心地よい力が溢れてくるの。レベルアップだ。戦地に向かうのかでは、私も行くとしよう。 時間があるのなら少し話してもどうだ。語り合うべきことは、与えられた時間に反しあまりにも多い。良い風景だな。絵筆を持ってくるべきだったか。章でありながら、前線へと赴く私を愚かだと思うか。だが、こんな私だからこそ、ついてきてくれる者も,もいるのだ。物事の成否を判断するのは、難しいものだな。 他者も、自分も。旅とは良いものだな。幼少時にあの二人と、帝都を抜け出したことがあったが、今ではもう無理なのだろう。だが、いつかまたきっと。かつての自分の行いに思うところは多い。だが、それら全てを否定などしない。過去の私がいたからこそ、今の私がいるのだから。 後悔も反省も全てを糧にして未来へ進んでみせる。そうでなければ私を信じてついてきてくれた者たちに合わせる顔がないからな。発信や剣族、リリー、そしてあの者たちとの戦いの結果は嫌をなく私に変化の必要さを突きつけてきた。これまでの思想や認識を変えねばならぬということを。 特にこれまで否定し続けてきた魔獣という存在への考え方は、すぐにでも変えねばならない。未だに思うところは多いが、それでも絶対に変えねばならないのだ。必ず、己折りして理解の幅を広げてみせる。それがグランゼリアの未来へと繋がるのならば、アリスのために何かしてやりたいが、何をすべきだろうか。 まずは環境を整えて、普通の少女の生活をさせてやるべきか。エリザに預けてみるのもいいかもしれぬな。あの二人、案外馬が合うかも。ふん。皇太子、十賢神筆頭などと呼ばれているこの私が、一人の少女への対応で悩んでしまうとはな。